ジョン・ビッカーズはカナダのテノール歌手である。本名はジョナサン・スチュアート・ビッカーズ。ビッカーズと表記されることもある。1926年にカナダのサスカチュワン州プリンス・ワルバートに生まれる。幼少時には聖歌隊で歌い、その後商店などで働きながら、声楽をメリー・モリソンに学び、1950年に奨学金を得てトロントロイヤル音楽院に進学し、 ジョージ・ランバートに指示。その翌年の1951年からトロントを中心に演奏活動を行った。はじめはオラトリオの歌手として活動していたが、1952年にカナダ放送協会のコンクールで第1位となり、1954年にはカナダオペラカンパニーでジョルジュ・ビゼのカルメンのドンホセを歌ってオペラ歌手としてデビューを果たす。デビュー後は、 ヨーロッパで活動するようになり、1956年、ストラトフォード音楽祭で、ベンジャミン・ブリテンのルクレティアの両直に出演し、1957年には、コベントガーデンド・イアル・オペラで、ジュゼッペ・ヴェルディの仮面舞踏会のリッカルドを歌って、成功を収め、1958年には、バイロイト音楽祭にも出演し、ワルキューレのジークムントを歌った。また同年には、 ダラスでソプラノのマリア・カラスとルイジ・ケルビーニのメディアを歌っている。1959年からはウィーン国立歌劇場、1960年にメトロポリタン歌劇場にも招かれるようになり、ヘルデン・テノールとして名声を博した。1961年にルートビヒ・バンベートーベンのフィデリオのフロレスタンを歌ったほか、1966年以来、 ザルツブルク復活祭音楽祭にも出演し、リヒャルト・アーグナーのトリスタンとイゾルデのトリスタン、ワルキューレのジークムーンと、ベルディのオテロのオテロなどを歌った。1967年にはブリテンのピーター・グライムズの主人公を歌い、以降ロンドンでたびたび同役を歌っている。1979年にコベントガーデンロイヤル・オペラ日本公演で初来日し、 当たり役のピーター・グライムズを歌って絶賛を受ける。1968年にカナダ勲章を受章し、1969年にはカナダ政府からサーの称号を授与される。私生活では1953年に結婚し、5人の子供がいる。アンソニー・トンマシに、ジョン・ビッカース、オペラスターのォーヒズローパワーインテンシティ、DS 88、ザ、 ニューヨークタイムズ HTTPWWW.2Times.com2015-07-13 アーツミュージックジョン・ビッカーズ・オペラスター・ノーン・フォー・ヒズローパワーインテンシティ・ダイズ・アット・マイナス 88HTML ありがとうございます